これはの大阪の柏原市っていうちょっと、あのー、街中かから住宅街の方に外れたところがありましてそこをご出身の美容師さんに教えていただいたんですよ。でこの方が高校生の頃に、えー、学校休みで友達全員男子3人で一人のこの家に泊まると。で土日の間ずっと遊ぶっていうことで,で夜何かして遊ぼうってことになったんですよね。でそこで そうだとこの辺の地元の人だけがこう行くような心霊スポットがあるからちょっと行ってみようっていうことになってそこは田中家って言われてるおっきいその廃屋だったんですよ。でまあちょっと有名なとこだったんで懐中電灯を持って入ってみるとこの塀の中に倉庫とこの家があるそうなんですけど倉庫とかもう出入り自由みたいな感じなんですって窓とかも壊れてるしドアも開いてる。 でなんか見てみると、まあ、夜逃げっぽい感じで家財道具そのままでももう荒らされまくってるし壁とかもヤンキーがスプレーで落書きとかしてるんですでいかにもなんか起きそう出そうっていう感じがあってその倉庫見てる時とか家の1階探検してる時はだいぶワクワクしたそうなんですけど階段登って2階行って何も起きないというふうになってきたら「何暇やな」みたいな感じでだ,だいぶ慣れてきちゃって。 で、すよで3人で電車乗って、ある友達の家に行って、で、そこの、えー、友達ん家の2階の、その部屋、6畳ぐらいのとこでみんなでゲームしたりとかお菓子食べたりして、夜中までずっとだべってたんですって。で、1人また1人と眠くなって、で、これ話してくださった方も、部屋明るい状態でなんかぼやーっと眠ったそうなんですけど、次に、はって目覚ましたら部屋暗くなってて。 で部屋見回してみたらその部屋の主の友達がいないんですよね。でそのいないってことに気づいた時にあの下の方から玄関のドアバンって開く音がしてでダダダダダって階段駆け上がってくる音とその次の瞬間にその部屋がパッとドア開けられるんです。で肩で息してハッ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 てなってるその部屋の友達がいる。で汗だくなんですっ、ね、て。 で「いやどうしたん?」って聞いてみたら「俺さっきまでみんなと一緒にこの部屋で寝たやんな」っていうことを言ってくる「えっ?」て「ここの部屋で一緒に寝たやんな」「一緒に寝てたやんな」それをばっかり繰り返す「いや寝てたよそれはどうしたん?」って聞いたらいや俺なこの部屋で寝てで目覚めたら「田中家」って。 真っ暗なところに自分がいててでほっこりっぽくてで体にそのがれきみたいなものが積もってるような感じで自分は裸足で寝巻きだと電車も終わってるから2駅分ぐらいの距離を怖すぎててて走って帰っ帰きたで結局その田中家で幽霊にこそ出会わなかったんですけど。 何かその家に引き寄せられるというような会にあってしまったという話なんですよね。寝てる間にはい。瞬間移動してしまったのかあるいはその自分の意識がないままにそこに移動していって自分で寝てまた再び目を覚ました時に終わりに帰ったのか。へ